普段は主にセラミックと映像を使って作品を作っているんですがもともと私がプロのバレリーナをずっと目指してましてそこから美術に変わっていったんですけどやっぱりそのバレリーナを目指して舞台に立っていた経験から作品でも舞台のようなものを表現したいとずっと思っていて映像を普段 舞台のような存在として扱っていてそれに出演する演者たちをセラミックで作っていってるような感じですまあセラミックで作ったオブジェクトをスキャンして CG のデータにしてそれを映像内で動かしたりして物語を作るという作品を作っています参加型プログラム に挑戦するのでそこについてたくさん考えていてやっぱり参加していただくからには私が普段制作していく中でこう得ているものとか感覚みたいなものを疑似体験していただきたいなと思って今一生懸命考えています。 作品の販売については去年から始めていて販売形態としてはセラミックの作品はもちろんそのまま販売はしていて私の場合映像作品もあるんですけども映像作品はその映像ごとに登場したキャラクターというかオブジェクトたちがこう小さく載った陶器の 入れ物みたいなものを作ってまして、そこに USB でデータが入った状態で映像作品は販売しています。まあやるたびすべてに何かしらの転機はあるなと思ってるんですけど、一番今のところ心に残っているのは2022年に開催した個展が一番。 心に残っていていその個展では卒業制作で制作した作品があったんですけど学部4年生の時に制作したものでその作品もセラミックと映像で作ってたんですがそのセラミックの作品群たちが誰だか分からないんですけど何者かにぐしゃぐしゃに壊されてしまったっていう事件が あってで結構初めてそれで人のとんでもない悪意を浴びたといいますかかなり私の中で衝撃的な事件だったんですけどなんかそれを受けてこうへなへなにへこたれるのではなくその今言った2022年の個展につなげてそれ自体をもうコンセプトにして私の中で。 一個その壊れてしまった作品たちに対する思いですとかその経験に対しての私のアンサーみたいなものを作品にするっていう方向に自然に転換することができてなんかその展示をやって初めてなんか私が作品を作ってる意味みたいな理由みたいなものが。 少しし見えたような気がして、てすごく心に残っている展示です。それがアートだなと意識し始めたのは大学に入ってからなのかもしれないなとは思うんですけども、まあ、ずっと絵を描いたりすることは好きでけどそれが職業になるとかそういうふうには全く思っていなかった。 なと今思い返すと思っていてアーティストにもあんまりなろうとしてなったわけではないというかいつの間にかやっぱりだんだん自分のやりたいことというかこれしかないなみたいなことがだんだん狭まっていった結果今こういうアーティストをやっている状態になっているのかなというふうに 思いますもう本当にずっとバレエを四六時中やっている状態で本当に物心ついた時にはもうバレエをやっていて3歳ぐらいからやってたんですけどもう気づいたらバレエ毎日という感じででバレエがない自分を想像できなかったのでもう 自分はバレリーナを目指すものなんだっていうふうに思うような幼少期といいますか本当に毎日毎日踊り続けてで息抜きにちょっとお絵描きみたいな <laughs> 感じだったのでなんかバレエをしていた記憶がすごくあります。でも好きだったかとと言われると そういういわけでもなくお絵ききが好きでしたまあもちろんいろんな、まあ、彫刻学科だったので彫刻家にも影響は受けてるんですけどやっぱり興味の方向が映像の方向にも割とあったり、まあ、舞台と映像っていうところにやっぱり行き着いていてで映像作品で 影響を受けたのがヤンシュバンク・マイエルという映像作家さんが好きで学部生の時にヤンシュバンク・マイエルのアリスかな,なんか映画を見てそこからなんかその映像表現の自由さというか何してもいい感じ。 だけどその人らしさのまとまりがあるところにすごく魅力を感じて私もまあ彫刻家だから彫刻をやろうっていうふうにとらわれてずっとそれまでやってたんですけど私らしかったら何してもいいかなっていうふうに思えてとても影響を受けました。やっぱりその彫刻 学科だからっっていう意識が結構あったので最初はもう彫刻によって作ってたんですけど学部を出るにあたって自分の表現を確立していかなきゃいけないと思った時にその映像作品を取り込んだりだとかそういうことをしていて学部4年生から大学院生の間は今と同じような手法で。 作っていていもともと学生の頃はやっぱりそのセラミックにこだわってセラミックと映像でずっと作っていたんですけど最近今年に入ってからあたりはもうセラミックだけじゃなく私がコンセプトとしてすごく合っていると思う素材だったりとかをちょっとずつ取り入れるようにしてて。 なんかその彫刻映像作家みたいな枠からちょっとずつ広げていきたいっていう気持ちがあって学部、まあ、学生の頃と比べると少しそのこだわりみたいなところをいい意味で解除していくというかそんな意識で作っています、まあ、私も伸び伸び結構自由に作るタイプなので。 そんなに計画立てて1週間を割り振ることはあまりしないんですけど平日も休日も関係なく午前中に午前中お昼から夕方あたりまではまあ音が出るような作業そのまあ彫刻を制作していく作業 ですとかまあそのシーンを組んだりするのにインパクトでドルルってなっ <laughs> ドルルとなるような作業ですとかを済ませてしまってで夜夜が本当にすごくはかどるタイプなので毎日夜のもう夜中から朝方にかけては映像制作を パソコン作業をしているような感じで,で本当に日土日とか関係なく気が向いたら木曜日でもお休みにしますなんかワーク・ライフ・バランスがやっぱり作家をやってるとすごくどんどんこう境目がなくなっていく感じがやっぱりとてもあって。 それはすごい面白いことなんですけどすごい苦しくなってしまうことも多いのでやっぱり長くこう続けていくためにももう無理やり境目を作るというかそういうようなことは結構意識していて結構その私の作品は舞台とかその映像なので映画とかそういうものにも結構影響されてくるのでそういうインプットも必要なんですけど。 そのやっぱりそればっかりやってるとかなりガチガチになってきてしまうのでそう無理やりすごくかけ離れたことをしてみようみたいな日を作ったりはしていてもう本当に無になる時間を作るようなことでそのバランスを取ろうとしているんですけどでも結局そのすごく離れたことを スタートを自分で持っていても、後々その離れてやっていたことが制作にどうしても生きてくるというか、なんかどう頑張ってもどんどんフラットになっていく感じがなんかサッカーをやってて面白いところかなと思います。いろんな理由でアートを作っている人たち、見ている人たちがいらっしゃって。 その中でもやっぱりこう社会の鏡になっているような作品であったりとかその何か訴えかけるように作る作品だったりとかいろいろあると思うんですけどまあ私の場合はその社会とのつながりを作るっていうところでその言葉でこう対話することでもつながることはできるけれどそこを何か 一個超えて踏み込んだコミュニケーションがアートにはできると思っていて、でもなんかそれが暴力的な踏み込みではなくて、社会の扉をこっそり開けるという感じです。<laughs> <laughs> 今の制作いや結構し今のところはしっくりきているところがあって。 今のようなスタイルで制作も続けていきながら、まあ、やっぱり素材はどんどん広げていきたいなというふうに思っていてセラミックだけじゃなくてもう無から作るような感じで映像の中だけで何かしてみるのもやってみたいなと思ったり逆になんか映像も一緒に作ってきたからこそ。 映像が見えるような,彫刻作品映像がなくても映像を感じれる彫刻作品みたいなものも作ってみたいなぁと思ったりしていて、まあ、制作の点ではそういう感じなんですけどでこれからやっぱりもっと海外でも展示がしてみたいなと思っていてやっぱり海外で展示してみると全然違う。 状況で育った方た方ちで違ういろんな人生を歩んできて今生きてる感覚も全然違う人たちがたくさんいてもうありえないぐらいのいろんなリアクションをいただけるのですごく刺激になるなと思っていて海外でもっと展示がしてみたいなと思います。 まあ今回の展示はやっぱり私の中でもそのワークショップをやってみるっていう大きな挑戦もありますしこうなかなかその何か物を通して間接的にその鑑賞者の皆さんとコミュニケーションをとることは今まであったんですけどもその実際一緒に何かをやってみてコミュニケーションを取るっていうことが 初めてのことなのでとても楽しみにしていて何かやっぱり心に残る何かをお持ち帰りいただけることができたらなと思っているので頑張ります。